メッシだろうが、クリロナだろうが、エムバペだろうが、誰だろうが、俺の前で。T.O. さん、メッシとクリスティアーノ・ロナウド、どちらが上だと思いますか？だって。どちらが上もないんじゃない？どっちももうトップ選手なんじゃない？どっちも本当に最上級なんじゃない？あとは自分のチームの戦術にどっちの選手がハマりやすいか、ポジションとか、あと最後メッシに託したいのか、クリスティアーノに託したいのかっていう戦術の、あと他の選手との兼ね合い、そういったものでサッカーはやっぱ決まるんで、まあ、どうだろう。ロナウドを置いてもメッシを置いても、うちのチームに合わないなってチームもあると思うし、だけど、まあ、どのチームでも多分対応できる能力を持った、とてつもないアスリートなんで、どっちも最上級。最上級同士を比べてどっちがいいっていう議論って不毛じゃないですか。ね。でしょ？うん。だからそういうふうに俺は感じてます。どっちも素晴らしいし、どっちがいい成績残すこともあると思うんで、同じ試合でも。だから、優劣はつかないと思います。やべえと思うサッカー選手は、だって、いっぱいいるよ。復帰とか。復帰知ってるよ。あいつすげえよな、あいつのシュート、弾丸みたいな。でも、ロナウジーニョみたいな選手の方が好きだけどね。なんか、いてほしいチームに。復帰みたいな選手は作れる。ああいう能力持った選手は、育てられる自信がある。ああいうフィジカル優位な選手は俺の得意分野だと思う。走れる選手とかそういうのは。でもやっぱりロナウジーニョみたいな選手は作れないから、上からもやばいね。あのアウトサイドのパンっていうこうシュートみたいな、ああいうシュート打てる選手育てたいよね。毎日あれ練習させて、どっからどんな球でアクセスされてもビターンっつってこうダイレクトでふわーっていう軌道のシュート打ってくる選手育てたいね。ああいうスペシャリストいたらいいのにな。いっぱいああいうのを育てたら面白そうだよな。サッカーなんか期待してんだけど、やっぱりこれ数ヶ月失っちゃったからもったいないね。デブライネのパス、あ、そうね。ジダンね。ジダンもいいと思うけど、ジダンの弱点はフィジカルだなと思う。ジダンがもっと動けたらジダンいいなと思うけどな。モドリッチいいね。センスいいよね。ああいうフィーリングのいい選手だね。うまいし。メッシは作れないが、クリロナは作れる的なって。そうね。まあ、どっちも難しいけど、でも、メッシよりクリスチャーノ・ロナウドみたいな選手の方が作りやすいよね。フィジカル優位な選手の方が育てるのは簡単だよね。メッシの倒し方教えてください。メッシはイージーで、もうペナルティーエリアで足引っ掛けて、PK だっつってボール置いてるときに膝よ。うん。PK だっつって、PK っつってこうやってボールもらってこうやって置くじゃん、こうやってなんか。こんな、そこもうしゃがんで前に行くんだ、膝だろう。ビターンっつって。うん。とにかく、俺の前でしゃがんだらおしまいよ。どんな生物も。俺の前で下向いてしゃがんだらおしまいよ。うん。イージーゲームよ。メッシだろうが、クリロナだろうが、エムバペだろうが、誰だろうが。俺の前ですいません、荒ぶっちゃって、本当ごめんなさいね。